韓国大特集。今日は最近の韓国が日本と比べていることについてや韓国の反応をまとめて紹介するぜ。そうね、韓国が一体どう思っているのか、まとめてみてアジアカップをどんどん楽しんでもらえるようにしたいわ。そうだな、日本と韓国、因縁の対決、決勝で会うことになったら楽しみだぜ。そしたら早速見ていきましょ。それではどうぞ。韓国さんまたも日本と比較開始。また韓国が日本と比較を始めたのね。今回は一体どういった内容なのかしら？ある選手がアジアトップとして称賛されているのだが、それは断じて違うという形で言っているんだ。日本選手が褒められたら絶対に韓国は反応してくるわよね。日本が好きなのかしら？ライバルと思っているんだから気にしてしまうのはしょうがないぜ。ただ日本は韓国ではなく世界をすでに見ているぜ。そうよね、ワールドカップで優勝することしか考えてないわ。今回もサッカーの話題を話してちょうだい。よし、それじゃあ今回もサッカーに関する気になる最新の話題を紹介していくぜ。今回はどんな話題が上がっているのかしら？早く知りたいわ。それじゃあ早速話題に入っていくぜ。まずは日本代表ミッドフィールダー久保選手に対しての韓国の発言だぜ。来たわね、久保選手。2023年も久保選手の話題で尽きなかったわね。アーコンキは6ゴール3アシストの活躍をしてチームにとって必要不可欠な存在になった。そしてポジション別の2023年ベスト10プレイヤーにて右ウィング部門で堂々の9位にランクインしたんだ。おお、さすが久保選手ね。しかもラリーガでプレイする選手の中ではトップだったこともあり、大きな反響を呼んだんだ。さらにこの話題に早速韓国メディアが牙を剥いたんだ。とある韓国メディアは、プレミアリーグの通算114ゴールの価値があるか、日本メディアから久保がソン、フンミンを超えると予測、世界ナンバーワンも可能と報じたと見出しを打ち記事を公表したんだ。同メディアは、久保に期待する日本の心はすでに空高く上がった、世界最高位に届くという評価が登場したと伝え、続けて、久保はレアルマドリーはもちろんプレミアリーグからの関心も受けている、注目されるチームで結果を残せば世界ナンバーワンも十分可能と思われると久保選手が絶賛されていることについて話しているぜ。ここまでは久保選手の活躍をしっかりと見ているんだなと思うんだが、この後からの内容が韓国らしいぜ。久保がプレミアリーグの主要チームに移籍して世界最高になるためには、まずソン・フンミンの壁を越えなければならない。ソン・フンミンは今シーズンに11ゴールを決め、プレミアリーグ最高のアタッカーの一人として大活躍中だ。通算では114ゴールを入れ、リーグの歴史にも名前を残した選手だと言及し、さらにこう伝えた。プレミアリーグで久保がソン・フンミンを上回る活躍を見せられるかは未知数だが、日本メディアは久保が世界的になれるという期待感を隠さなかった。そして記事の最後には、高い評価とともに日本で大きな期待を受けている久保がプレミアに移籍すれば、ソン・フンミンという最高のウィンガーにも挑戦できると大きな関心を受けるだろうと見解を示したんだ。挑戦って、なんか韓国は久保選手が世界最高峰になるにはソン・フンミン選手を超えないといけないみたいに思ってるのかしら？確かにそのような意図が感じられるよな。ソン・フンミン選手は確かに今季も11ゴール5アシストと久保選手よりも結果を出しているのは確かよ。これまでの結果もすごいことと言えるわ。しかしソン・フンミン選手はすでに31歳、対して久保選手はまだ22歳。成長できる可能性しかないぜ。そうよね、30歳になる頃には久保選手はアジアだけでなく世界でトップになれるような可能性しか感じないわ。まあ私は超えようが超えまいが、久保選手はこの調子でどんどんウェイトレベルアップし続けてほしいわね。そうだな、成長に比較は必要ないしな。さらに久保選手の話題は続くぜ。12月23日にドイツのとあるメディアが、ラリーガでプレイする選手の推定市場価格を一斉に更新したんだ。その結果、久保選手はこれまで三笘選手と同じ5000万ユーロ77億5000万円だったが、日本人単独トップへと躍り出たんだ。さらに久保選手の推定市場価格は、日本人の歴代最高値を更新する6000万ユーロを記録したんだ。おお、もう少しで100億に手が届きそうね。ああ、この調子で活躍を続けたら、その可能性も大いにあり得るぜ。この話題に韓国メディアも早速反応を示したんだ。あら、またも韓国が反応しているのね。どんな情報でも察知する能力はすごいわ。そうだな、韓国メディアは、イ・ガンインの親友としても韓国ファンによく知られている久保は、ソシエダのエースとして活躍。攻撃型ミッドフィールダーと両ウィングなど、
様々なポジションをこなし、今季はここまで6ゴール、4アシストを挙げている。その市場価値は今回のアップデートで1000万ユーロ上昇。一方、キム・ミンジエは6月にナポリからバイエルンに移籍した時から変動がなかった。と伝え、続けてランクインした三笘選手についても触れたんだ。3位も日本人選手だ。三笘が5000万ユーロで単独3位にランクインした。ブライトンの躍進をリードしたパフォーマンスが評価され、10月に契約を延長した彼は、今季も良い活躍を続けている。ソン・フンミンも同じ5000万ユーロだが、4位に入った。久保に押されたキム・ミンジエと同様に、金額では同じ評価を受けたが、主に現在の活躍と年齢を重要視する基準によって、ランクが1段階下がった。久保選手の市場価値は今の活躍を見れば一目瞭然って感じよね。ただ最近の三笘選手の活躍は少し不安なところがあるわ。三笘選手は最近怪我をしてアジアカップも出場がおそらくできないと言われている。試合でも得点を決めることができていない。そうね、でも最近ブライトンはソン・フンミン選手がいるトッテナムに4対2と快勝することができているわ。この調子で三笘選手も怪我から復帰をして頑張ってほしいわ。そうだな、これからもますますの活躍を期待しているぜ。さあここからは日本を離れて中国サッカーに関する話題だぜ。中国ね、中国サッカーについて最近あまり良い内容は聞かないけど、確かに中国は2002年の日韓ワールドカップ以降、ワールドカップの舞台から離れているな。そうね、アジアといえば日本、韓国、オーストラリアっていう状態になって中国サッカーが強いという印象はないわ。欧州で活躍している中国選手もほとんどいないぜ。そうね、U23 でも日本と韓国と同じグループになって、大会が始まる前からすでに絶望している状態よ。こんな状態だったら中国は勝つことができないと思うわ。最近も思うような良い結果を残せていない中、香港生まれの俳優であるナタリス・チャン氏の発言が反響を呼んでいるんだ。最近の中国サッカーは、FIFA ランキングでも日本は17位、韓国は23位で中国は大きく離され79位という結果。さらに今年10月16日には、中国サッカー協会の新会長に就任したばかりの孫海氏が行った就任スピーチで、中国はかつて1917年の極東選手権競技大会で日本に5対0で勝利した。1987年にはソウル五輪アジア最終予選で日本に2対0で破っている。92年に負けるまで、80年は日本をリードしていた。負けているのはこの30年間だけだ。と発言したことでも、大きく報じられたんだ。そんな昔のことを言われてもって感じだわ。日本でサッカーが主流になったのはGリーグができてからだから、80年前はまだサッカーという文化はなかったわ。中国もどこか自国のすごいところを探しての発言だったと思うぜ。そんな中、香港生まれの俳優であるナタリス・チャン氏が、中国サッカーには本当に不満がある。以前は日本や韓国を4対0、5対0で蹴散らしていた。あれから何十年かが経過し、韓国と日本が中国と対戦するたびに勝っているのはなぜだろうと発言したんだ。この発言が大きな反響を呼び、中国ファンからは、まさにそう、中国の誰もが抱く疑問だ、中国サッカーは解散すべきだ、といった同調する声がたくさん上がったんだ。やっぱり代表選手がいつまでも勝てないのは、応援しているファンからしたらストレスたまるわよね。それはある。今中国は2014年のワールドカップでドイツが優勝した時のレイブ監督を就任してもらうために頑張っているという報道もあるぜ。中国はまずは現状をしっかりと把握をして、中国全体としてサッカーを普及させることが必要になってきそうね。そうだよな、早く強くなって勝ってほしいって気持ちの表れだよな。中国代表の選手たちも頑張っているでしょうけど、やっぱり結果残さなきゃね。そうだな、これからの中国サッカーがどのように進むか次第だな。さあ最後は韓国サッカーに関する話題ね。先日12月28日に韓国サッカー協会はアジアカップを戦い抜く韓国代表メンバー26人を発表したんだ。ソン・フンミン選手、キム・ミンジェ選手、イ・ガンイン選手、韓国は最強メンバーでアジアカップに臨むことを決めたんだ。今回のメンバーも海外選手がやっぱり中心みたいね。ああ、そうだな、このメンバー発表に関して、韓国メディアによるとメンバー発表の記者会見でユルゲン・クリンスマン監督は、大きな大会を前にメンバーを発表するのは毎回特別で意義深い。選手たちは一生懸命に準備しており、彼らの目を見ているとどれだけ優勝したいのかが伝わってくると述べていたんだ。
ちなみに韓国にとってはアジアカップで64年ぶりの優勝を狙うことになるわけだが、ユルゲン監督は日本を超えなければならないと強調し、続けて日本は韓国と私のライバルだ。ドイツ代表チームを率いた時はオランダ、アメリカ代表で指揮を取った時はメキシコなど特別なライバル関係があった。いつか日本に会うだろうが、決勝で対戦することを希望すると伝えたんだ。さらに日本代表に関しては、他のチームもそうだが日本の試合は継続して見ている。良いチームで最近の成長が顕著だと評価しているんだぜ。やっぱり日本はマークされてるわよね。韓国ももちろん本気だろうし、アジアカップ一筋縄ではいかなそうね。韓国、日本をついに称賛。対戦に関してのことね、日本はこの試合を圧勝することができたわね。そして日本代表はこの試合で9連勝目を飾ることができたわ。そうだな、これによって歴代連勝記録を塗り替えることができたぜ。さらに今の日本代表が記録として歴代最強ということを言えるようになったな。そうね、この記録がどこまで伸びるのかこれからも楽しみにね。そしてこの試合に関して韓国と中国が反応をしていたから、そちらについて紹介をしていくぜ。絶対に反応すると思っていたわ。早く反応を紹介してほしいわ。それじゃあまずは、2024年元旦に行われたタイとの国際親善試合について見ていくぜ。この試合、結果としては5対0で日本は見事快勝を収めたぜ。そうね、2023年11月のワールドカップアジア2次予選のミャンマー戦、シリア戦に続いて、3戦連続5対0での大勝となったわね。さらに、この試合で日本は代表戦連続勝利数を9連勝に更新したんだぜ。前半は不発だったけど、後半で日本のゴールラッシュが見れて、気持ちよかったわ。前半不発だったのは、今回代表に初招集したメンバーも多かったからそれも影響しているかもしれないな。そうね。今回前半で下げられちゃったけど、伊藤亮太郎選手と奥貫選手のプレイもう少し見たかったわね。そうだな。ちなみに今回の試合に関して、サッカーファンは、Jリーガーのレベルが改めて分かった一戦であった。正直、国内組中心の代表だったらアジア杯で優勝どころかベスト4すら怪しいレベルに感じた。まず連携などの問題は時間がかかるからこの試合だけで判断したらかわいそうかと思うけど、やっぱりそれでも物足りなさは感じましたといった今回の試合の不安な点についてのコメントが多かったぜ。確かに最近の日本代表の試合の中ではぎこちなさを感じる部分があったわね。後半から海外組が増えてきて、ようやくリズムができてきたという感じかしらね。そうだな。これからの試合、海外組メンバーが少ない場合ももちろん出てくるだろうから、国内組のレベルアップは必須だろうぜ。そうね。課題の残る試合だったわね。ちなみにこの試合に関して、韓国と中国も反応を示しているぜ。まず韓国のとあるメディアは、欧州組はやはりすごい。格下対応5対0で圧倒。と見出しを打って、次のように紹介しているんだ。韓国と並んでアジアカップ優勝候補の筆頭格である日本にとって2024年最初のゲームとなった。堂安や南野、浅野らがベンチスタートで、先発はかなりフレッシュなメンバー。前半は主導権を握りながらも得点を挙げられなかった。だが後半、堂安と中村をスタートから投入したのを皮切りに一気に攻勢を強めた。タイに攻め込まれる時間帯もあったが、50分に田中が均衡を破るとゴールを量産。欧州組の火力はやはり凄まじく、タイを一周して9連勝を飾ったのだ。確かに後半海外組主力メンバーが投入され始めてからの攻撃は精まじいものがあったわね。ああ、前半も攻めてはいたんだが、得点には結びつかなかったな。この前半と後半のゲーム内容の差については、サッカーファンも感じているようで。やはり、前回ワールドカップを戦った欧州組は100戦錬磨。彼らの数が増えれば決定力が跳ね上がる。経験値が違いすぎるな。今日出た代表新顔も諦めることなく出続けることが重要や。前半と後半戦は全く違う日本代表だと驚きました。恐縮ですが経験の浅い前半の選手はベストを尽くしていると思いますが、世界と戦うには明らかに経験不足ではないでしょうか、といったコメントも多く見られたぜ。やっぱり試合になると経験値の差が露骨に出てくるものね。そうだな。また他にもこの記事に関して、60年も優勝していなくて FIFA ランクだけ見ても3番手なのに優勝候補筆頭とは片腹痛い。筆頭は日本で、
韓国は良くて3番手か4番手でしょう。日本は優勝候補筆頭だが、韓国は筆頭ではなく一角だ。優勝オッズでも日本は圧倒的トップだが、韓国は日本、サウジアラビアに次ぐ3番手でありイランとほぼ同格。なぜ韓国が優勝候補の筆頭と言えるのか。といった、韓国がアジアカップ優勝候補筆頭であることに疑問を呈するコメントも多く見られたぜ。確かに韓国も欧州で活躍する選手増えてきているけど、まだ国際試合の結果としては現れていないから、ちょっと気が早いかもしれないわね。そうだな。次は中国の反応だな。中国のとあるメディアは、狂気の沙汰だ。日本がタイを圧倒して9連勝と39得点を達成した。と見出しを打って、次のように紹介しているぜ。日本はやはり日本だった。前半は攻めあぐねた印象でパッとしなかったが、後半に堂安や中村、南野らヨーロッパで活躍する選手たちが加わると流れが変わった。50分にドイツでプレーする田中が先制点を挙げるとゲームは落ち着き、その後は一気に畳みかけて、45分間で5ゴールと猛威を振るったのだ。やはり、海外組が増えた後半の日本の攻撃力に驚いているわね。そうだな。別チームみたいっていう人もいるくらいだからな。さらに、同メディアは続けてこう述べているぜ。これで8連勝していた日本は連勝を9に伸ばした。その間、彼らは39得点を奪っている。1試合平均で4得点を超えているのだから驚きだ。1試合平均4得点、確かに得点だけ見ても驚異的ね。それだけ、日本の攻撃力やコンビネーションが上がっている証拠だぜ。我々中国は日本サッカーからひたすら学ぶしかない。今夜中国は香港と戦うが、3対0以上での勝利を願う。強いチームから愚直に学んでいく姿勢、大事よね。そうだな。その積み重ねが、いつしか本当の強さになって結果として現れるんだと思うぜ。そうね。日本もこれからも今までのように一歩一歩積み重ねていかなくちゃね。ああ。ちなみにこの記事に関して、サッカーファンは、サッカーだけはなぜか親日。サッカー日本代表に対してはなぜか素直に評価する中国人の基準がいまいちわからない。中国人って結構親日的な人も多い。国民が一丸のように反日の国でもないと思う。基本個人主義的。といった、中国の素直な反応に意外と感じるコメントが多かったぜ。中国代表の選手の中には、荒々しいラフプレーを平気でする人もいるからね。そのイメージが強いから意外って思うのかもしれないわね。そうだな。中国と韓国のサッカーは荒々しいイメージがどうしてもついてしまっているからな。韓国は比較、中国はひたすら称賛。アジアカップが近づいてきて韓国は日本をターゲットにすることが多くなっているな。永遠のライバルと思っているから仕方ないわ。日本はすでにもっと先のことを見ているけどね。そうだな、日本はアジアを超えて世界に照準を合わせている。それが今の日本が強い結果になっていると思うぜ。そうね、今回は韓国がアジアカップについて日本のことを話していたからそのことを話していきましょ。そして中国も日本の活躍に対してひたすら称賛の嵐だからそちらも紹介していくぜ。アジアカップが近づくにつれてどんどん話題が増えていくぜ。そうね、早速話に入っていきましょ。まずは韓国が自国の強みを主張している内容についてだ。ここでは日本についてカタールワールドカップでベスト16、そして9連勝39ゴールという圧巻の記録を打ち立てていることは称賛している。この記録は世界から見てもすごい記録だわ。韓国はここに関しては素直に褒めているのね。そうだ、そしてアジアカップに選ばれた26人についても発言をしていたぜ。実に20人が欧州組で、アジアカップに参加するどの国と比較しても圧倒的な数字だ。史上最強の戦力と評価される韓国の欧州組は12人で、日本には及ばない。と欧州で活躍する選手が多い日本を認めているぜ。また日本代表と韓国のディフェンスについても話をしているぜ。日本は菅原、伊藤博樹、板倉、町田、中山、富安選手と常連メンバーは全て海外組で構成されているわね。対して韓国は2人が欧州組で残りは韓国リーグのメンバーで構成されているところも及んでないと言っている。そうね、まあ欧州で活躍している選手が多いからといって、絶対に強いってわけではないけど韓国は選手が世界で活躍できていないことを気にしているのね。そういった中でも韓国は日本に勝っているところがあると言っているぜ。それは選手個人のレベルだ。それはどういうこと？詳しく聞きたいわ。韓国メディアでは、攻撃陣で、その違いは顕著だ。
自他共に認めるワールドクラスのアタッカーであるソン・フンミンは、日本のどの選手とも比較できないレベル。さらに、今季のプレミアで2桁得点を挙げ、絶好調のファン・ヒチャン、フランスのリーグアンの強豪パリ・サンジェルマンで活躍するイガン・インまでいる。日本の場合、攻撃の要の一人である三笘が怪我でアジアカップに出場できるかどうか不透明な状況で、信頼できるのは久保だけだ。あら、相当自信を持っているのね。まあ確かにソン・フンミン選手は世界でもトップクラスの選手だとは思うわ。2024年初戦の試合でもゴールを決めて今季中にゴールをしている。そして市場価値も久保選手と同等だ。しかし久保選手は将来性を見込まれて同額だがアジアトップに認定されているぜ。そうね、イガンイン選手もすごい選手だとは思うけど、まさなお韓国はすごいと言われている選手が少ないわ。日本の選手層と比べて明らかだわ。これに対して韓国は、日本の最大の強みは、堅実なミッドフィルダー陣。量的にも質的にもアジア最高レベル。しかし、韓国にも優秀な中盤の人材がいる。韓国が負けているのは確かな事実だが、その差はあまり大きくない。その差はどんな人でも確実にあると思うが、韓国はないと思っているらしいぜ。もし韓国が誇るトップスターが怪我でもしたらその代わりとなる選手はいないと思うわ。対して日本はもし怪我をしても他にも力が変わらない選手がたくさんいるわ。そうだな、日本と韓国はおそらく決勝戦で対決することになると言われている。その時までに一体韓国はどういったメンバーで先発が組まれることになるかしっかりと確認しないとな。これに対してはみんなどのように思っているのかしら？直接対決があるとしたら決勝なんだろうけど、ターンオーバーを駆使しつつなお余裕のある日本に対して、韓国はベストメンバーを酷使しなければ決勝までたどり着くのは困難でしょう。韓国はスターさえいればなんとかなるみたいな発想と、日本選手のこの力の向上を認めないところがある。そういった状態だと日本にはずっと勝つことができないだろう。ゴールを決めるにしても優秀な選手のアシストがあっての結果で、一人で走り回ってゴールできるわけではないと思う。そういった意味でサッカーに必要なのは総合力。日本はソン・フンミン選手のような世界で長きにわたって結果を出している選手は今はいないけど、そういった中でも9連勝、そして大量得点しているわ。結果を見ると韓国が言うようなトップクラスの選手がいなくても強く離れるわ。そうだな、そしてクリンスマン監督も日本との対戦、アジアカップに対して意気込みを語っていたぜ。日本は、韓国と私のライバルだ。いつか日本に会うだろうが、決勝で対戦することを希望する。他のチームもそうだが、日本の試合は継続して見ている。良いチームで、最近の成長が顕著だ。日本に対してライバル視しながらも、日本を称賛しているわね。韓国は64年ぶりの優勝を目指しているから、クリンスマン監督も結構本気になっているわよね。そうだな、ただ先ほども言ったように韓国と日本は選手層の違いが明らかに違うから、決勝で戦う時にどういうメンバー構成になっているかは大事になってくるな。そうね、日本はある程度はアクシデントがあっても戦力は変わらずに戦うことができるわ。ただ、11月のアジア2次予選の時みたいに怪我人が続出する事態は避けたいわね。アジアカップは欧州ではリーグが行われている最中にやっているから、怪我でもしたらリーグ戦後半を全て出場できない可能性もあるぜ。そういった意味でなぜ1月に開催するのか考えられるところだぜ。いろいろと日程を考慮して開催時期を今後は決めることもサッカー協会にとっては必須になりそうね。今回所属チームから長期離脱を悔やむ声も多かったわ。レアルソシエダは特にそうだったな。その中で久保選手が怪我でもしたらレアルソシエダとの関係は危なくなりそうだ。そうね、そして話は変わって中国がタイとの試合についてまたも称賛をしていたわ。韓国は比較、中国は称賛を繰り返しているようだぜ。中国はほとんど日本を褒めているようなイメージね。語は中国サッカーに少し絶望しているようにも思えるわ。最近行われた香港との試合でもまさかの格下相手に負けてしまった。そしてその試合は3人も退場者が出るといった状況になった。親善試合でまさかこの展開になるとは思っていなかったわ。中国もここまで来ると擁護するのは難しいんじゃないかしら？そうだな、そして中国は日本対タイとの試合について発言をしていたぜ。確かこの試合を見て中国が対戦したら2桁取られてしまうんじゃないかって不安になっていたわよね。そういうことも言われていたぜ。今回はそれとは別の内容になっているぜ。一体どんなことを言っているのかしら？
中国メディアでは、今ではセカンドチームを使う必要すらなくなったと日本の選手層の厚さに注目しているぜ。日本はタイとの試合では3人の選手が A 代表デビューを飾ったわね。前半はうまく連携が取れずゴールを奪うことができなかったけど、後半からはギアを上げることができたわ。前半は大半の選手がトップメンバーとは言える感じではなかったが、後半はそのメンバーを少し入れ替えたことで勝つことができた。中国メディアはこのことに対して、日本の新戦力は昨年ドイツを破ったスターティングイレブンほどではなかったが、それでもタイを倒すには十分だった。今では東南アジアの強豪タイとの対戦にセカンドチームを使う必要すらなくなった。と紹介をしていたんだ。これはつまりアジアカップでは予選などもベストメンバーじゃなくても余裕だろうってことを言っているように思えるぜ。そうね、三笘選手は怪我のこともあって初戦は確実に出ないと言われているけど、他の選手も温存する形になると私も思うわ。そうだな、そして続けて。日本はタイアジアの試合にセカンドチームを送り込むことさえしなかった。対戦のスタンドには日本のファンが掲げたアジアの王様という意味の文字があった。少々クレイジーに聞こえるかもしれないが、これは日本の強さによるもの。韓国やイランなど他のアジアのチームがそれを主張することはできない。日本だからこそできることであって、そういった発言をしているのね。そういうことを言っているぜ。中国は日本と対戦することになったら、ラフプレイなどはせずに試合をしてくれそうな感じがするぜ。実際に試合が始まったらどうなるかはわからないけどね、この反応にみんなはどう思っているのかしら？ワールドカップ優勝を目標に掲げ、現 A 代表の都道東以上の戦力が必要になる将来への備えとして、どうしても新戦力発掘と若手育成は必須。親善試合であろうと、目の前の試合にも勝たなくてはならないため、若手を試せるチャンスは少ない中、対戦は絶好の機会だった。層は厚くなったとはいえ、前半の出来を見ると主力との差が歴然だった。タイ相手に押して敗いたけど点に繋がらない。日本はアジアカップの中でも中国が言うセカンドチームで戦うタイミングは必ず訪れるはずだ。その状況でもしっかりと勝ち取る力を手に入れてほしい。そうね、あと少しで開催されるけど、そこまでの全体練習などを通じて連携をしっかりと取れるようにしてほしいわ。最近はナナミさんも入って攻撃のバリエーションも増えていると言われている。タイとの試合ではセットプレイからはオンゴールのみしか点は取れなかった。そういった部分もよりできることを増やしてほしいぜ。韓国プラン B を実行するも失敗。韓国は前に日本の選手層が厚く羨ましがっていることを発言していたな。そういったこともあって今回はプラン B、いわゆる控えメンバーで挑んでみたのかもな。そうね、そしてこの行動は韓国はしっくりと来なかったらしいわ。アジアカップ前に試してみてちょっと危うい可能性がありそうね。そうだな、今回は韓国の直近の試合について見ていくと同時に韓国が不可解なことを言っていたのでそちらも紹介していくぜ。不可解なことって一体何かしら？日本より警戒すべき相手がいる。永遠のライバルと言っていた日本じゃなくそれ以外の国を警戒するなんてめっちゃ珍しいじゃない。そうだ、今回は韓国が警戒している相手についても紹介をしていくぜ。今回もまた日韓戦キックオフね。早速見ていきたいと思うぜ。まずは韓国の最近の試合についてだ。まず霊夢はプラン B ってどういうことか知っているか？韓国が日本に対して選手層が多いことを表して表現していたことよね。でも詳しくは覚えてないわ。今回アジアカップの日本代表メンバーが発表された時に韓国が発言していたことなんだが、紹介していくぜ。今回の日本代表に対して、日本の森保監督は三笘の招集に関して、大会の初戦で起用できるかはわからないが、起用できる見通しがあるから選んだと説明した。同じく負傷を抱えていた冨安のメンバー入りもしかりで、日本がどれだけアジアカップ優勝に本気かがわかる。もし三笘がダメでも彼らにはいくらでも代わりはいる。プラン B に移行すればいいだけの話だと話をしたんだ。そして韓国のメンバーに対してはドイツ人指揮官はソン・フンミンへの依存が極めて強く、有事には偽9番で起用するつもりなのだろう。増えた3枠は経験が乏しい若手3人の招集に当てられた。もしチョ・ギュソンとオ・ヒョンギュが怪我や出場停止で欠場したら一気にピンチとなる。韓国にはプラン B などないのだから。日本は怪我を誰がしても他にも強力なメンバーがいる。対して韓国は欧州のメンバーばかりに頼っているから替えの選手がいないんだ。そうね、クリンスマン監督は韓国リーグを軽視していることでも話題になったわね。
もっと国内も見ることでより強くなれるはずなのに、クリンスマン監督はまずリモートでの仕事を減らして積極的に視察などするべきかもしれないな。映像だけじゃわからないことも多いはずだ。そうね、そして韓国は最近イラクと対戦したのよね。そうだ、アジアカップ前最後のテストマッチとしてイラクと対戦したんだ。そして1対0で勝利することができたんだ。アジアカップ前の試合で勝つことができたのは良かったことね。そうなんだ。そして日本が9連勝をして歴代連勝記録を塗り替えたことで話題になっているが、韓国も結構頑張っているぜ。昨年9月のサウジアラビア戦以降6連勝を記録しているんだ。韓国さんちょっとすごいじゃない。でも日本と違うことは強豪とあまり対戦してないことよね。そうなんだ。基本的には韓国は格上の相手とあまり対戦をしていない。ご攻撃力に関しては日本が確実に圧倒しているぜ。日本の攻撃力にはまだまだ程遠いわね。この試合はどういう展開になったの？韓国は日本のプラン B を真似て前半はソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェ選手などトップメンバーを全て起用しなかったんだ。韓国も大胆な行動に出たわね。でも確か1点取ったのは前半よね。そうだ。そして後半からはソン・フンミン選手などの主力メンバーを全て起用して戦ったんだ。圧倒的な攻撃力でイラクを圧倒したかったと思うが、イラクのディフェンスを打ち壊すことはできなかったわね。日本とは反対の状況になったわね。タイとの試合では日本は前半主力メンバーは出ない状態で同点で折り返して、後半から主力メンバーが出てから圧倒的な攻撃力を放ったわ。そうだ、ここからもわかる通り、もしかしたら韓国のベストメンバーとプラン B で起用した選手にはあまり戦力に差がないと思う。ここで言う戦力に差がないっていうのは日本と違って圧倒的な攻撃力があるとかそういうことではないわよね。そうだ、ソン・フンミン選手がいたとしてもイラクとの試合では圧勝することができなかった。つまりそういうことだ。韓国からしたらアジアカップを前にして新しい戦術を確立することができず少し痛かったわね。勝ってもスッキリすることができなかった試合だ。韓国はアジアカップまでの間に一体どのように立て直しをしていくか非常に注目だ。そうね、そして私がもう一つ気になった話題は韓国がそういった状況でも日本以外にも警戒するべき相手がいるって言ったことよ。一体どういうことかしら？この発言は非常に驚いたぜ。そうしたらこの内容に関して見ていこうと思うぜ。今韓国内では日本と決勝で戦った上で優勝するというシナリオが一番に挙げられているぜ。そうよね、クリンスマン監督も日本と決勝で会うのを楽しみにしていると言っていたし、すでに決勝まで行くことが決定しているような発言をしていたわ。その中でこの考えとは別の考えを示しているメディアがあったから紹介するぜ。ここでは日本より警戒すべき中東の砂嵐という見出しで、ワールドクラスの選手がチームの中心を握っており、歴代代表の中でも最高の戦力を備えたという評価を受けている。ただ世間の日本だけを破れば優勝トロフィーを持ち上げられるという計算があるかのようだ。日本だけに全集中するわけにはいかない。決勝まで行くには激しい砂嵐を越えなければならない。そして予選リーグで対戦するヨルダンとバーレーンの中東の2カ国を警戒しているんだ。ヨルダンといえば日本がアジアカップ前のテストマッチで最後に戦う相手よね。そしてヨルダンといえば私の中で一番印象にあるのは2004年のアジアカップだわ。そうだな、この試合ゴールキーパーの川口選手が PK でスーパーセーブ連発で勝利することができたな。そんなヨルダンに対して韓国は、韓国はヨルダン、バーレーンという中東の2チームとグループリーグから戦うことになる。韓国が64年間アジアカップの頂点に立てなかったのは、日本よりもむしろ中東の壁によるところが大きい。実際韓国は多くの大会で中東の砂嵐に阻まれていた。そして今回の大会が中東で開かれる点も不安だ。伏兵カタールに不意の一撃を受け荷物をまとめた。決勝でライバル日本との対戦を描くよりも目の前の相手に集中することが必要だと、中東での大会では成績を残せてないことに注目している。2019年のアジアカップでもソン・フンミン選手などの主力がいたにもかかわらず負けてしまった。そうね、このメディアが言っていることは間違いないと思うわ。日本は今初戦のベトナムとの対戦に目を向けているけど、韓国は常に日本との対戦を意識しているわ。最近の U17 ワールドカップも日本と戦うことだけに注目したけど、結局グループリーグ最下位で敗退が決まってしまっているわ。韓国は日本だけじゃなくもっと世界を見ていくことが必要だな。そうしないと日本にさえ勝てないと思うぜ。
今回のこの情報に対して日本サッカーのファンはどのように思っているのかしら。韓国はグループステージは比較的容易に突破できるでしょうが、問題はトーナメントです。韓国は選手層が薄いため、ターンオーバーしながら優勝まで4勝しなければならなく非常に難しいと思う。1位通過なら日本の組の2位ですから、イラクの可能性が高く、その後もイランとかカタールとか予想されています。まずはこの壁を突破することを意識するべきだ。日本だけを見ていると他の強豪、韓国と近い力を持ってる国に思わぬ展開に持ち込まれる可能性があるということ。仮に決勝に来たとしても、おそらく韓国は消耗が激しく決勝で戦える戦力を有してなく、今度はスケジュールにケチをつけるのが目に見えてる。韓国はまずはグループリーグで負けないことを第一に考えていくことを考えないといけないわね。そうだ、そして次の話題だ。アジアカップを前に日本と韓国は意外な比較をされているんだ。どういった比較なの？団結の韓国、追分裂の日本だ。え、一体どういうこと？日本が分裂しているとは思えないわ。まあこれに関しては少しわかる部分はあると思う。日本はアジアカップ招集に関して所属チームとの問題があった。久保選手はレアルソシエダの監督からグループリーグで敗退してほしいと言われていたし、三笘選手はデゼルビ監督からこの怪我の状態で招集することに異議を唱えた。そして冨安選手は、アジアカップをなぜ1月に開催するのかわからない。アフリカネーションズカップも同じだ。欧州選手権などと同じく6月にしてほしい。選手に良いことではない、とアジアカップ開催に対して不満を抱いていたわね。そうだ、アジアカップに関しては以前と比べて軽視されるようなことが多くなっていると思う。欧州で活躍するってことはしょうがないことではあるが、日本はアジアカップよりもワールドカップに集中しようと考えているわ。私的にはワールドカップで結果を残すためにも、今回のアジアカップを最強のメンバーで挑んで優勝して、FIFAランキングを上げてポット2の位置を確保することが大事だと思うわ。もちろんそれが一番大事なことだ。このことに関して韓国メディアが発言をしていたぜ。日本代表内にこのような不満があるのは、主要メンバーのほとんどがヨーロッパでプレーする選手だからだ。日本は最終登録メンバー26人のうち約 77% に当たる20人を欧州リーグでプレーしている選手で埋め尽くした。一方で韓国代表チームの雰囲気はかなり違う。1960年以来64年間も優勝していない無念を晴らそうという総意がある。ある意味韓国の方が優勝に対しては本気なのかもしれないわ。まあ韓国はいろんなことを紹介しているから、本当はどう思っているかはわからないがな。これに対してのみんなの反応を見ていきましょう。アジア軽視ではなく、海外組が重要なポジションにいるという証明。そして日本の目を向けるところがアジアではなく世界に変わったこと。ただそうであるならば、今回優勝をしてからの発言の方がインパクトは強いと思う。まずはアジアカップで絶対的な力を見せてもらいたい。昔はチーム内でも数少ない欧州組が発言することで、国内組と意見が分かれチーム分裂することもありましたが、今は欧州組がほとんどで、所属チーム内でもいろいろな意見が飛び交う環境下に身を置いていますので、これくらいのことを発言したからといって分裂はしない。欧州で活躍する選手が多いからこういう風に言われるのはしょうがない。そういった意見が多いな。ただこういったことを言われても、日本代表の選手はしっかりと頑張ってくれるから問題ないと思うぜ。そうね、団結の韓国、そんな韓国を分裂させるぐらい日本が圧倒して勝ってほしいわ。そしたら次は韓国ではなく中国の話だ。最近中国で話題になった話は何かわかるか？香港との試合よね。中国もアジアカップ前のテストマッチで格下の香港と対戦して、まさかの1対2で負けてしまったわ。それだけならまだしもコーチ陣含めて3人が退場するという非常に危ない試合になった。この試合に関しては韓国は、中国の FIFA ランキングは79位で150位の香港よりはるかに高い。ランキング通りなら香港を相手に快勝するべきだったが、接戦の末に大恥をかいた。中国はマナーでも完敗だった。後半11分、中国 MF が審判に侮辱的な発言で一発退場となった。後半19分にはスタッフ1人が退場となり、後半27分にはもう1選手がレッドカードを受けた。選手とコーチ合わせて3人が退場となる寸劇を繰り広げ、香港に恥辱的な敗北を味わった。
と中国の試合に対して屈辱的な敗北になってしまったことを紹介していたぜ。この試合は中国からしたら確実に勝てると思って戦った相手だったから相当ショックだったはずよね。そうだ、そしてこの試合によって中国はとんでもない状態になっているんだ。12月から中国は長期の強化合宿をしていたが、これだけでもハードなものなのだが、もともと香港の次の試合の翌日は休暇の予定だったが、1日3回の練習に変わったんだ。1日3回のサッカーって一体どういうことよ。ほぼ1日ずっとサッカーをするようなことじゃない。これはハードというレベルのものじゃない。アジアカップのための調整をしないといけない状況でここまでやるのは相当恐ろしいことだ。そうね、中国メディアは最近の現状について話をしていたわね。現在の状況から判断すると、中国男子サッカーチームの調子は非常に悪い。唯一、確かなことは、この状態がアジアカップまで続けば、チームの状況はさらに恥ずかしいものになるだけだということだ。言っていることは確かだが、ここまでハードに練習をするとはこの練習に関してサッカー記者は。負けても休んだ方がいい。このままでは、サッカー代表は崩壊する。何日も厳しい練習をして、厳しい管理と懲罰だと、逆効果になる。と休養することが何より重要であることを述べた。これに関しては大半の方が賛同をすると思うぜ。それは当然よね。練習をしたからといって今から格段にレベルアップするわけでもないわ。それよりはコンディション調整に力を入れた方がいいわ。そうだな、今アジアカップでは日本と韓国に注目が集まっていたが、中国もしっかりと見ていく必要がありそうだな。そうね、そしてちょっと気になったんだけど、さっき冨安選手が1月に行うべきではないと発言していたって言ってたけど、なんで1月にアジアカップが行われているのかしら？今回に関してはもともと中国で夏に開催される予定だったが、コロナ災いにより変更されたことがあるんだ。夏に行われていたら今回のような問題は起こらなかっただろう。そうよね、久保選手も以前ポロッとこのことに関して発言をしていたわね。アジアカップに行くとなった時に、僕は最大で9試合くらい出られなくなる可能性もある。チームメイトからしたら何してるんだという話なので、そういったことを言われないように今のうちに活躍したい。所属チームからしても非常に嫌なことだと思うわ。久保選手に関しては2月にチャンピオンズリーグでイガン・イン選手率いるパリ・サンジェルマンと対戦することが決まっているわ。コンディションがベストな状態でパリ・サンジェルマンとの試合に臨むのは難しいことだろう。こういったことで1月に行われることは問題になっているな。そうね、選手からしたらクラブも代表での試合も両方大事なものだわ。選手はクラブから長期離脱する分代表戦で頑張る必要があるわ。そして2027年行われるアジアカップもすでに冬開催が決まっているが、欧州でのサッカーが中心になっている以上、それ以降の大会は冬に行うべきではないな。今回特にそう思ったのは遠藤選手に関してだと思うわ。遠藤選手は12月にクラブ最優秀選手にも選ばれて、絶好調というタイミングでの離脱になってしまったわ。クロップ監督からも信頼を得ることができている状態だった。そして遠藤選手はアレクシス・マクアリステル選手の代わりとして出場していて今復帰できそうな状態ね。そんな状態で離脱することになったらまたスタメンを奪われてしまう可能性がある。そうね、久保選手、三笘選手も今怪我を抱えているけどより悪化することになったら所属クラブと日本サッカー協会の関係性は最悪なものになりかねないわね。1月開催に関して皆の反応を見ていきたいと思うぜ。各大陸のカップ戦も開催時期を合わせれるように FIFA が動いても良いのではないかと思います。 ACL が秋春開催となり、アジア各国も秋春制に移行する流れがあるのだから、アジアカップも時期の変更を検討するべきです。 ACL が秋春制になり、とうとう J リーグのシーズン移行も決まった。アジアのオフも夏が大勢ということになれば、アジアカップも夏開催が自然とも思えるが、アジアはヨーロッパと違って暑い地域が多く、夏開催となると開催地が限定されてしまう。そういった意味だと冬の開催もありなのかもしれない。遠藤は優勝を狙うチームの欠かせない選手としてポジションを確立できるか否かのターニングポイントに差し掛かっているから、長期の離脱はチームへの貢献する機会を失うので、チームとしても個人のキャリアとしても本当に痛い。これに関しては今後も大きな問題になることは間違いないと思うぜ。
ただこれを悪いことと捉えず、日本人選手が欧州で活躍できるくらいすごくなっていると称賛する方に考えよう。韓国7年ぶりに不名誉な記録樹立。一体どうしたの？7年ぶりって相当すごい記録を樹立したんじゃないの？嬉しいことではないがな。アジアカップを目前に少し危ない状態になっていそうだぜ。この話は詳しく聞きたいわ。どういった内容だったの？早速話をしていこうと思うぜ。韓国がイラクとアジアカップ前最後にテストマッチをしたんだ。確かこの試合では前半は控えのメンバーを起用するプラン B で挑んで、後半からはソン・フンミン、イガン・イン選手などのベストメンバーで挑んだけど、後半は1点も取ることができなかったのよね。そうなんだぜ。そしてこの際に関して今3つのことが話題になっているんだ。詳しく見ていこうと思うぜ。5つ目はジャッジについてだ。韓国側は決定的な誤審があったとして判定に異論を唱えている。一体どの場面のことを言っているのかしら？誤審として言われているのが後半21分の出来事だ。後半から出場したソン・フンミン選手がボックス内で相手のゴールキーパーと接触して転倒をしたんだ。これに対してファウルはなかったんだ。ということは韓国はこの判定は PK が正しいだろうって言っているってことね？そういうことだ。これらの誤審に関して韓国側は、韓国サッカーを持続的に苦しめてきた中東初誤審がカタールアジアカップの前哨戦からうごめく奇妙な判定で不快な思いを残した。判定が正常なら韓国の PK が宣言される状況だ。しかし UAE 国籍の主審はファウルなしと宣言し試合を再開した。果たしてこの日の試合での釈然としない判定の理由がただ VAR の不在だけにあるのだろうか。中東サッカーは誤審とベッドサッカーで悪名を馳せ、韓国サッカーに良くない記憶を持続的に植え付けた。と発言をしたんだ。今回の試合では VAR が導入されていなかったんだ。確か韓国と中国のアジア2次予選でも VAR がなくて判定に対しておかしいのではないかといったシーンがあったわね。今は VAR があるのが普通になっているからそういったしっかりとした判定がないと不可解と思ってしまうわね。それはあると思うぜ。そして韓国はアジアカップに向けて、韓国は VAR の導入でアジアカップでの誤審を回避できるだろうか。この日のイラク戦は中東サッカーにおけるマナー違反の歴史に苦しんできた韓国サッカー界のトラウマに衝撃を与えた。と中東のサッカーに対して猛烈な不満を抱いているんだぜ。親善試合ということもあるからそこまで言う必要があるのかとは思ってしまうがな。そうね。そして韓国もここまで言うことができるのかって思ってしまうけど、アジアカップはいろいろと怖くなってくるわね。この判定に対しての皆の反応を見ていきたいと思うぜ。韓国が毎大会よく言う攻撃力はアジア最強って、この力が優れているスター選手がいるってだけ、チーム内でもそれを信じて、そのスター頼りの戦術で中東勢に粉砕される。今回もそのパターンのような気がする。韓国は判定についてとやかく言える立場にない。世界は2002年ワールドカップで韓国がしたことを永遠に忘れないだろう。3つ目の内容は一体どういうものなの？それはイガン・イン選手が退場したことに関してだ。イガン・イン選手は出場してからイエローカードをもらっていたのだが、後半の39分にイガン・イン選手に足を踏まれたイラク選手が反抗してそれに対して危ない状態になったんだ。そして両者にイエローカードが出たぜ。イガン・イン選手はこれで退場することになってしまったってことね。アジアカップ前に少し嫌な状況になってしまったわね。これに対して、韓国メディアは、イガン・インの不条理かつ不名誉な記録韓国選手、国際試合退場は7年3ヶ月ぶりという見出しで、2016年10月に水原で行われたロシアワールドカップアジア最終予選のカタール戦でホン・ジョンホが累積警告で退場になった時以来の出来事。しかし良いニュースはこの試合は評価試合であり、次回のアジアサッカー連盟、AFC、アジアカップとは連動しない。と7年ぶりの不運な出来事として紹介しているんだ。日本ではこういったことは紹介されることはなさそうだけどな。そうね、不運な出来事だけどそこで終わりにしてもよかったはずだわ。それよりも今は前に向くことが重要だと思うわ。そうだな、韓国はこの試合に関して満足はいってなさそうな感じだったぜ。プラン B もうまく機能することができなかったしな。大会までは残り期間は少ないのだから戦術的なところで改善することを紹介してほしいわ。これに関して皆の反応を見ていきたいと思うぜ。調整試合で誰がカードを何枚もらったというより、
イラクがこの試合でどのような戦術を取り、どう守ったのか、どう攻めたのかという情報の方が日本にとっては価値が高いだろう。この国とはスポーツも楽しめないし、スポーツ後は嫌な気分しか残らない。そもそも後半から出て2枚イエローもらってる時点でダメだと思う。手を出したイラクのセンスも悪いけど、イガンインも足を踏んじゃってるし、今アジアカップ開催が近づくにあたってどんどん韓国と日本の戦いが話題になっているが、荒れた試合にならないことを祈るぜ。そうね、日本代表も注意してほしいわ。そして次の話題に入っていくぜ。次は少し先の話だが、アジア二次予選についてだ。次の対戦は北朝鮮よね。ホームでの開催は決まっているけど、アウェイでの試合がどこになるかまだ分かっていないわ。そんな開催地についてだが、韓国が見解を示しているんだ。そしてこれがちょっと興味深いものだったんだ。韓国が反応してきたのね。どういった内容かしら？韓国は開催地について北朝鮮の平壌で行う可能性が高いと考えているぜ。北朝鮮は今回の大会が五輪やワールドカップという国際的なスポーツイベントに関わるものと考えている。通常通りホームで競技をすることが予測される。でもどうしてそういった風に考えているのかしら。北朝鮮はサッカーに対してそこまで興味がある国だったとは思えないけど、それが実際は反対なんだ。韓国メディアによると、金正恩総書記がサッカーファンであるだけに、電撃的に平壌でのホーム開催を許可するという期待感も大きい。金総書記はかつてはイタリアのインテルファンで、最近はイングランドのマンチェスター、ユナイテッドを応援していることが分かった。北朝鮮でサッカーが国民的スポーツとなっているのも、金総書記の影響が大きい。と、今は北朝鮮全体でサッカーが浸透しているんだぜ。そして北朝鮮は日本との対戦を一大決戦と考えているぜ。そうなのね、インテルやマンチェスターユナイテッドを見ているってサッカーが相当好きなのね。そういったことがあるなら確かに北朝鮮で行う可能性も高そうね。そして北朝鮮は今年から少しずつ外国人を受け入れる体制を整えているんだ。だからそういった意味でも北朝鮮開催は濃厚になっている。実際なでしこジャパンは2月に北朝鮮での試合が決まっているしな。そうね、田島会長もホーム&アウェイで試合を行うことが一番良いと言っていたわ。政治的なことはサッカーでは考えずにサッカーそのものを楽しもうっていうのが大事ね。そうだな、ただシリア戦でも大きな問題になった放映権問題、私たちがテレビで見ることができるかはまだ分かってはいない。この交渉は今後より難航する可能性があるな。シリア戦はネットで見ている人もいたけど、今回は一体どうなるのかしら？北朝鮮開催について皆の反応を見ていきましょう。代表戦の平壌開催は過去4回、安全面がどうこう騒がれるが、いずれも問題はなく試合はできている。今回はまずなでしこが2月に先んじて平壌でゲーム。なでしこはより大変になるが、男子チームに情報共有がされるのはやや安心材料になると思う。つい3ヶ月前のアジア大会の準々決勝での日本側からの意見書の決着がついていない。それが解決してからにしてほしい。北朝鮮での試合は試合以外も不安という声があるから、なでしこジャパンもだけど、安全面は徹底してほしいわね。そうだな、選手にかかるプレッシャーは試合以外でも相当大きなものになるだろう。体制を整えた状態でサッカーを本気で取り組んでほしいな。そうね、そして最後はアジアカップに挑む日本に対する評価を見ていきたいわ。オッズを見てもわかるけど、日本は優勝に一番近いと言われているわ。そうだぜ、ただそういった中で他の国は日本をどのように捉えているかは気になるな。韓国は日本をライバルとして構えている。そしたらマレーシアのメディアの反応を見ていきたいと思うぜ。日本は本当に強いチームだ。おそらく日本がカタールでチャンピオンになると思う。日本はフル代表と、もう1チーム連れてくるのも可能かもしれない。日本はヨーロッパでプレーする選手が多く、クオリティが高いからね。優勝できると思う。と日本の選手層の厚さを絶賛だ。そしてイタリアのメディアは、ヒーズル国には大会最強の中盤がある。直近の結果を考えれば国際レベルで最も知られているチームだ。イタリアもかっこいい称賛の仕方ね。日本のミッドフィルダーは韓国もポロッと発言してたけど、強豪と渡り歩ける実力を持っているわ。そうだな。そしてカタールの記者はアジアカップの優勝についてちょっと他の国とは違う考え方をしていたぜ。イラン、カタール、中国、日本、オーストラリア、韓国はベスト16に上がってくるでしょう。優勝はオーストラリアだと予想しています。あら、
韓国でもなくオーストラリアなのね。確かにオーストラリアもあまり触れられていないけど強豪よね。そうだ、11月に行われたアジア2次予選のバングラデシュ戦では7点を決めている。日本も2011年は苦しめられたぜ。オーストラリアの圧倒的な攻撃力をどうやって防ぐことができるか、そこもこの大会の注目ポイントになりそうね。そしてこの記者は日本代表について、気候に対応できれば日本ももちろん優勝候補ですと話していたぜ。カタールでの試合は暑い中の試合が想定される。少し前に行われた U17 ワールドカップでは日本は少し前にアジア杯で暑い中の試合に慣れていたから、そのおかげでポーランドやセネガルに勝つことができたとも言われているわ。確実に選手の体力を奪っていくだろう。そういった中で誘導的に選手を入れ替えて選手の疲労を残さないことが大事になってきそうだ。そうね、みんなは今回のアジアカップはどこを注目しているの？ぜひコメント欄で教えてほしいわ。中国さんやばい状況になっているわね。そうだな、日本代表発表などが話題になっているこのタイミングで、まさかの中国が驚きの状況だ。そうよね、まさに中国サッカーが出てしまった試合が行われた感じね。今日は中国がどういう状況になっているのか紹介していくぜ。そして同時に日本代表に対して、ブラジルのメディアが反応をしていたからそちらも話していくぜ。ブラジルが紹介しているのは珍しいわね。それだけ日本っていうのが強豪と認定されているってことなのかもね。それは間違いなさそうだ。そうしたら最初に中国の話をしていくぜ。中国といったらアジア2次予選で韓国と対戦して0対3で負けてしまったことが最近では結構印象的だったわ。そうだな、この試合は結果というよりかは試合内容が荒れる可能性があるということで注目されていた。韓国選手にレーザーを当てるなどする問題が起こったぜ。中国対韓国の試合はカンフー対テコンドーって言われているわよね。サッカーをしながらサッカーじゃないことをしているみたいな印象だわ。両国がサッカーに対してあまり良い印象じゃないことはあるぜ。そして最近の中国はサッカーの成績的にもあまり良くないぜ。年末に行われたオマーンとの試合では0対2で負けてしまっているわね。良くない状態で2024年を迎えることになってしまったわね。そうだ、そして今大きく話題になっているのが、香港との試合だ。日本がタイと対戦が終わった後に、メディア非公開の状態で無観客で行われたぜ。私も試合が行われていたことは後ほど知ったわ。試合結果としてはどうなったんだっけ？これに関しては中国メディアが今回の試合に関して話をしていたぜ。中国は前半9分に先制点を取ったんだ。そしてそのまま前半戦は終了して中国が1点リードで後半に突入する形になったんだ。そうよね、そしてここから中国がヤバくなるっていう感じだったわよね。そうだ、後半が始まって51分に香港に同点のゴールを許してしまうんだ。そしてその直後に中国選手が退場になったんだ。それだけならまだしも同時にコーチも退席を命じられてしまったのよね。一体どんなことが起こっていたのかしら。詳しい情報は入っていないが、おそらくカンフーサッカーが行われていた可能性が高いと思うぜ。コーチまで退席っていうのは何か乱闘などがあった可能性がある。そうね、そしてその後59分には香港に2点目を取られる状況になってしまったわよね。そこで終わりだったならまだまあ少し荒れた試合になったんだなで終わるが、その後にまた中国代表が一発レッドで退場になったんだ。一体どんなプレーをしたのか気になるぜ。中国側はコーチを含めて3人が退場する形になったわね。試合もそのまま1対2で香港に負けてしまう形で終わったわ。中国は最近の FIFA ランキングでは79位、対して香港は150位ということもあって、正直この試合は確実に勝てる相手だろうと思っていたに違いない。そうね、そこまで差があるのならもはや解消するぐらいの気持ちでやっていたはずよね。そしてこの試合に関して中国メディアが衝撃的なことを言っていたから紹介するぜ。中国が香港に敗れるのは39年ぶり、新たな屈辱だ。何が起こって3人も退場者を出したのかは分かっていないが、一切の言い訳はできない。アジアの2流れや3流はおろか、4流チームに負けてしまったのだ。12月30日にはオマーンにも0対2で完敗を喫している。全く年明け早々、縁起が悪い。2024年入って確かに縁起が悪いわね。香港側からしたらまさか勝つことができるとは思っていなかっただろうから相当喜んでいると思うわ。そしてこのメディアでは続けて、今回の退場処分がアジアカップに適用されないことを幸運と考えるほかない。おそらくはキャンプでの過酷な練習による疲労が最大の敗因だろう。監督の
ヤンコビッチはアジアカップで好成績を収められなければ先はないという現実を直視するべきだと選手のことはかばうように言っていたが、中国は今度負けるようなことがあったら相当ヤバい状態になりそうだ。そうね、中国は最近だと U23 アジアカップでも日本と韓国と同じグループに決まったことが発表されたけど、その直後に絶望していたわ。まだ大会が始まってもないのに、そこまでの反応になるのは中国全体の問題もあるように思えるぜ。中国サッカーに良い印象を中国の人も持ってなさそうだ。そうね、昔は中国はサッカーは強かったのに、最近は本当にどうなってしまったのかしら。この試合に関してみんなの反応がすごかったから紹介をしていきたいと思うぜ。それだけ中国内にある香港には負けられないと思っていたんだろう。怪我はさせてないみたいだけど、自分たちの思い通りにならないとまた荒くなってしまうのは変わらない。中国サッカーは暗黒期に入ってる。そしてオマーンとの試合から2日後に試合を設定したのも相当無理があることだ。どういう理由でこの2試合が設定されたのかを知りたい。中国は確かに広州常大とかが強く J リーグにとっての脅威だった時代はあるけど、外国人頼みというか中国人の強化に全然つながっていなかったツケが今も出ている。もう一度考え直すべきだ。たった1点差の逆転負けで済んだのだからまだ良かったと思う。これがもし日本や韓国、オーストラリアなどの強豪だったらより大量失点での負けにつながっていたはずだ。この試合は一部では日本代表発表よりも話題になっていたわ。中国は本当にどうなってしまうのかしら。そしてこの試合に関して韓国メディアも反応をしていたぜ。まずこの試合がなぜ非公開になったのかについて予想をしていた。今回の試合は FIFA 公認の国際 A マッチだったが、アジアカップを控える中で露出を避けるため、中国側の要求により非公開で行われた。まあ確かにアジアカップが近いから相手に戦術を知られたくないっていうのは当然といえば当然ね。そう思うと日本はタイとの試合前に練習を公開していたりもしているから相当自信があるように思えるわ。自信があるのと同時に日本のファンの人もそれだけサッカーに興味があることも証明されているぜ。そうね、日本サッカーはどんどん人気になっているわね。そして韓国のメディアは他にはどういったことを言っていたのは？先ほども紹介したように香港には1985年以来39年ぶりに負けたことに対して注目して、ランキング通りなら香港を相手に快勝するべきだったが、接戦の末に大恥をかいた。中国はマナーでも完敗だった。後半11分、中国ミッドフィルダーが審判に侮辱的な発言で一発退場となった。後半19分にはスタッフ1人が退場となり、後半27分にはもう1選手がレッドカードを受けた。選手とコーチ合わせて3人が退場となる寸劇を繰り広げ、香港に恥辱的な敗北を味わった。韓国は果たしてここまで言える立場にあるのかしら？韓国のサッカーも少し危ない状態だとは思うけど、まあ中国がここまでヤバい試合をしたらとにかく反応をしちゃうのはわかる気がするぜ。しかも中国と韓国はある意味ライバル関係みたいなものもあるし。そうね、この韓国メディアの反応に対してみんなはどう思っているのかしら？中国は強くなる前にまずマナーを覚えなければ先はない。コーチが退場するとか大荒れだったのだろうと想像がつきます。中国のためにワールドカップの枠が広がったのに、これでは出場はかなわないだろう。闘争心とラフプレイは全く別物、そこらあたりから理解した方がいい。日本とアジア王者の座を争ってから20年、間違いなく中国サッカーは後退している。中国は本当にサッカーについて見直した方が良さそうだな。このままだと中国のサッカーは本当に良くない状態になる。そうね、アジアカップが始まって中国も出場するから一体どうなるかあるわ。日本、韓国、中国、それぞれどういった試合になるのかしら。そしたら次は日本代表に対するブラジルの反応を見ていきたいと思うぜ。少し暗い話から楽しい話題に戻そうと思うぜ。そうね、日本代表の話は私もどんどん気になるわ。特に今回の招集はいろいろと賛否両論が分かれているからね。そうだな、今回の招集に関してブラジルとしてはサプライズがあったと思っているらしいぜ。サプライズって一体誰のことを言っているのかしら？ブラジルの反応を見ていくぜ。サプライズとなったのは、12月21日に足首を負傷し、当初の予想では全治4、6週間だった三笘選手が加わったことだ。三笘選手が招集されたことらしいぜ。これに関しては私も少し驚いたぜ。そうね、今怪我をしているっていうのは知っていたし、し
かもまだ怪我が治らないと思っていたから当然呼ばれないと思っていたわ。森保監督は会見の中でブライトンのメディカルトレーナーからアジアカップの間までには治るということを聞いていて、招集することを決めたらしい。でもブライトンのデゼルビ監督は、三笘選手が招集されるとは想像もしていなかったと発言をしていたわ。一体どの情報が正しいのか等がこんがらがってくるわ。一部の見解ではデゼルビ監督は怪我が治らない状態でも選手を起用することがあるから、それを防ぐためにも代表に招集したのではないかということを言われている。確かにそれは一理あるわね。日本代表だったら選手層も厚いし、治療に関しても安心できる部分が多いわ。そして三笘選手がベンチにいるだけで相手は絶対に怖いはずよ。そうだな、三笘選手はジョーカーとしての役割だと思うぜ。相当ヤバい状況になったら出場してもらって、状況を一変させる。そういった役割が今回はありそうだ。そうね、三笘選手は今や日本にとって欠かせない選手になっているから、しっかりと怪我を治して出場できるようになってほしいわ。そうだな、こういった日本代表の情報もまた入ってきたら紹介していくぜ。まだまだ楽しみなことが多そうね。そうしたら今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとな。チャンネル登録高評価してくれたらいいことあるかもよ。そんなこと言ってあるわけないだろ。うるさいわねー。私が全力で応援してあげるわ。まんじゅうに応援されてもな。誰がまんじゅう人間よ。絶対に食べさせてあげないんだから。最後の最後に怖いこと言って終わらすな。あら、ほんと、また次回の動画もお楽しみに。